です。よろしくお願いします。今回は正六角形と正十二角形がありまして、この正十二角形のですね、一辺の長さとこの正十二角形の面積を求めなさいという問題です。立教新座高校です。ではね、早速解説していきます。まず正六角形出てきたら意識してほしいことがあります。それは何かというと、まあ、対角線で切るってことですね。そうすると正三角形が6つできます。なので一つのね、内角も60と60足して120度、まあ、ここが120度という具合になります。そうするとまあここね、二等辺三角形になりますよね。なので、こことここの角はですね、180度から120度引いて60度、それを2で割って、30度ずつという具合になります。まあ、ちなみにですが、正十二角形のね、外角を出してもいいですけどもね、正十二角形の外角の和は360度になります。これは正方形だろうが、正五角形だろうが、正六角形だろうが、正何角形であったとしてもですね、外角の和は360度。なので、360度を正十二角形だから12で割って、360÷12で30度という具合に外角を出してくれても構いません。そうするとですね、ここのはみ出た二等辺三角形はですね、30度、30度、120度の二等辺三角形が出てくるということですね。で、30度、30度、120度の二等辺三角形出てきたらですね、ぜひ覚えてほしいことがあります。これがね、30度、30度、120度の二等辺三角形だとするとですね、比が1対1対ルート3という比になります。1対1対ルート3。ぜひ覚えておいてください。まあ、なぜって言われたらそんなに難しいことではなくて、ここ垂線引っ張るとですね、30、60、90度ができますよね。そうすると30、60、90度の比は1対ルート3対2ですよね。で、同じ三角形こうくっつけますから、そうするとこことここの長さ等しいので、ここもルート3。つまりここが2対2ルート3。2対2ルート3を簡単に直すと2で割って1対ルート3。だからここは1対ルート3、つまり1対1対ルート3という具合になるわけですね。これをぜひ覚えておいてください。そうするとここの、二等辺三角形が1対1対ルート3なので、ここからこの長さをちょっと ① とします。そうするとこれも同じ合同なね、二等辺三角形なので、ここも ① になります。で、ここルート3だったらもちろんここもルート3だから、ここ丸のルート3という具合になります。そしたらですね、今求めたい長さはこの長さですよね。正十二角形の一辺の長さ。つまり、こっからここの長さは2ですが、2の長さが比で言うと赤丸1たすルート3たす1。つまり赤丸2たすルート3になるんですね。で、今求めたい長さというのは赤丸ルート3の長さを求めたいというふうに考えます。そうすると、2たすルート3がルート3になるときね、何倍されているかっていうと、2たすルート3分のルート3倍ですね。これがちゃんとできますかね。例えば、3が5になったら3分の5倍ですよね。A が B になったら A 分の B 倍。同様にね、2たすルート3がルート3になるときは、2たすルート3分のルート3倍です。したがって、2×2 たすルート3分のルート3ということで、分母はそのまま2たすルート3で、2とルート3かけて2ルート3ということで、一辺の長さがこのように出るんですが、まあ、高校入試、ではね、まあ、分母を有理化することが、暗黙の了解になってますので、2たすルート3だったらですね、これは分母分子2引くルート3をかけることになります。はい、和と差の積の利用ですね。そうすると、これを計算して、2の2乗で4、4引く3で1分の、2ルート3かける2で4ルート3、2ルート3かけるマイナスルート3でマイナス6と出ますね。なので答え、一辺の長さが4ルート3引く6と、この一辺の長さですね。これが、このようにして出るよということですね。はい、続いて、正十二角形の面積なんですけれども、これはですね、せっかく
正六角形があるので、この正六角形からこの 1,2,3,4,5,6 個6つの二等辺三角形をくりなくというふうにして考えます。先ほども言いましたけれども、正六角形っていうのはこれ対角線で切ったら正三角形が6つできるわけですね、こうやってね。ということで、この正三角形の6つの面積かを求めて、そこからこの端っこの二等辺三角形6つ分を引くわけなんですけども、ここでもう一つちょっと覚えてもらいたいことがあります。それはですね、正三角形の面積の公式なんですけども、これ一辺の長さが、A とね、分かってる場合は、この面積ちょっと S とすると、これ4分のルート3 A2 乗になります。これもぜひ覚えておいてください。特に受験する方ですね。ここにピッと引っ張ると、ここの長さ2分の1円になりますね。で、ここ30、60、90度ができるので、1対ルート3になりますね。こことここの比が。ただ2分の1 A をルート3倍して、高さが2分のルート3 A と出ます。したがって、面積は A かける2分のルート3 A かける2分の1で、これを計算して、4分のルート 3A2 乗というふうになります。面積ですね。で、さらにちょっと覚えておいてほしいのは、実はですね、ここ正方三角形を半分に切ったら30、60、90度の、直角三角形が出ますが、ここもそうですよね。ピッと半分に切ったら30、60、90度。で、今これ、この直角三角形の斜辺が A で、ここ長さ A とします。つまりですね、この面積だって、ここを A としたらこれ4分のルート 3A2 乗になるわけですね。だってこの30、60、90度の直角三角形2個分ですよね。斜辺が A の時。これだって30、60、90度の斜辺長さ A のこの直角三角形2個分。その面積が4分のルート 3A2 乗だったらこれも4分のルート 3A2 乗になります。これをうまく使うとですね、比較的早くこの問題を解くことができます。どういうことかというと、まず、先ほど言ったように、この正六角形ですね。この緑色の正六角形の面積を求めると、この公式を使います。4分のこのルート 3A2 乗ですね。一辺の長さが A の時。そうすると、4分のルート3かける A、一辺の長さ2だから2の2乗ですね。で、これが、かける6ですね。そっから、この二等辺三角形を引くわけですけれども、今、ここの丸1個分の長さ、ここね、30、30、120の、ここの長ささえ分かれば、やっぱり4分のルート 3A2 乗という具合に出ます。そうすると、ここの赤丸1個分ですが、まあ、先ほど求めたようにやるとですね、こっからここが赤丸2足すルート3ですよね。で、この長さが、2と分かっているわけですね。で、今求めたいのは赤丸1個分です。ここからこう30、30、100のここね。なので、2足すルート3分の1倍すればいいわけですね。2足すルート3分の1倍。ってことは、2足す、ルート3分の2が、ここからここの長さですね。この30、30、120のね、ここの長さが2足すルート3分の2という具合に出るわけです。そうすると、公式4分のルート3で、ここの長さも2乗で出ますから、4分のルート3かける、この2足す、ルート3分の2の2乗。で、この三角形の面積が出て、これかける6で出るわけですね。はい。そうするとこれ計算して、2の2乗で4で約分して消えて、6ルート3になって、続いて、ここですね。計算すると、分子は2の2乗で4になりますね。4分のルート3かける分子は2の2乗で4。まあ、ここ消えますね。で、分母は、カッコ2足すルート3の2乗という具合になります。ちょっと別枠に計算すると、ここですね。ちょっと見えますかね。ここ2足すルート3ですが、分母は2足すルート3の2乗で、これは2の2乗4足す2かけ2かけルート3で4ルート3。足すルート3の2乗で3。つまり7足す4ルート3と出ますね。7足す4ルート3。で、かける6と。こんな風になるわけですね。そうすると、先ほど言ったようにこれ4と4が消えますね。ということで、ここの部分がですね、
結局のところ、6ルート3マイナス、ルート3かける6で6ルート3ですね。6ルート3かける7たす4ルート3分の1ですが、7たす4ルート3は先ほどと同じように7引く4ルート3をかけることによって有理化ができますよと。はい。そうすると、これを計算してですね、6ルート3マイナス6ルート3かける、ここがですね、7たす4ルート3かける7引く4ルート3、和と差の積ですね。7の2乗が49、4ルート3かける4ルート3は16かける3で48ですね。引く48、つまり1になります。49引く48で1。なので1分の7引く4ルート3と。したがって6ルート3マイナス6ルート3かける7で42ルート3プラス6ルート3マイナス6ルート3かけるマイナス4ルート3で6と4かけて24、24かけるルート3とルート3かけて3だから24かける3で72よって72引く6ルート3引く42ルート3は36ルート3と有害して答えが出るよということになります。はい、ということで、まあ、ポイントはですね、この30、30、120度のね、二等辺三角形ですね。ちょっともう一回書いちゃいますが、こっちに書いちゃいますけど、この30、30、120度、ぜひ覚えておいてください。何を覚えてほしいかというと、1対1対ルート3。あと、ここの長さ A とした時に面積は4分のルート 3A2 乗。この正三角形の面積とね、等しいんだよということでね、これをうまく使うことによって、このように求めることができるよということですね。まあ、他にもね、解き方あるかと思いますが、私はこのように解きました。もし別科があるんだったら、コメントいただければと思います。コメント書いていただければと思います。以上で解説を終わります。では。